はい。え、こんにちは。杉潤です。え、今回はですね、クリックハ h a 2.0で、え、イメージの画像のエレメントの設定についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。それではですね、早速クリックハ h a 2.0の、え、ページエディターの方にね、画面共有していきたいと思います。はい。え、こちらにですね、ページがありまして、ね、これ編集ページですね。え、まあ、ちょっとした、え、Web 講義のね、あの、オプトインページですけども、ここに今画像がありますと。 この画像の作り方に関しては、あの別にここで話す内容ではないんで、また違う場面でね、話をしていけばいいかなと思いますけど、まずこういう画像があります。で、この画像をじゃあ設定するときにですね、どういうふうにしたらいいかというと、えっと、まず画像を入れたい場所にですね、もちろんこのアドウェ l エレメントというところから、このイメージというのをこれ追加します。イメージですね。イメージを追加するとここに出てきます。で、ここに何かセッティングスというところから、ここのイメージ URL というところで画像を入れてください。 はい。まあ、ここになんかいっぱいね、画像が入ってますけど、まあ、この画像、例えばじゃあ、なんかね、何しよう。じゃあなんか、こ、こんなの入れたいだと、こうね、ポチッと入れていくと、これが入っていくと。で、そして、ここを、こうしたらですね、あの、まず考えたいのが、ここの画像の大きさですね。ここに、あの、イメージウィズというのが、ね、ありますので、ここでちょっとね、画像の大きさをこう調整します。あ、こんぐらいがいいかなと。はい。こんぐらいかな。 そしたら、ま、あとは考えるところは何かというと、えー、まあ、特にね、えー、画像の場合はこれぐらいしかないんですが、まあ、高さを変えたい場合はこちらからね、こういうふうにビヨーンとね、長くしたり、こういうことができます。はい。で、あとはこれちょっとね、モバイルで見てみましょうということで、モバイルで見ていったときに、こういう感じに今なってますね。これデスクトップで見ると、こんなか、えっ、ー、と、こんな感じなのに、モバイルで見るとこんな感じになってます。で、これまずいなということになるので、その場合はここでクローンをします。画像をね。画像をクローンにします。 そして画像をクローンにして、この片方をこうセッティングスから、一番下のこのね、えー、ビジビリティというところでデスクトップオンリーにしますね。はい。で、これデス,デスクトップ用。はい。で、あと、こっちらのクローン下のこっち側はモバイル用。モバイルオンリーにします。で、モバイルオンリーにした方のこの、これがのモバイルの画面で残りますので、えー、こちらのね、えー、画像からここで、えー、高さを調整してくださいと。こういう感じですね。 はいあ。もしかしたら、幅をね、もっと変えないといけない。こういう感じ。はい。なので、まあ、独自のね、モバイルバージョンとデスクトップバージョンで画像のサイズとかね、あとはポジションとかね、そういったのを変えることができます。で、例えばこれが、えー、これ、デワーの上にね、こうやって持っていくこともできるわけですね。モバイルだったら、ここ。で、デスクトップだったら、 この下、ね、こういう感じでやることができますので、画像の場所とかね、あとはモバイルバージョンとデスクトップバージョンで必ず比較をして、どういうふうなサイズ感で映っているかということを必ず決めてください。で、もしここに何かね、あのリンクをしたいと。例えば何かここをクリックしたら Web ページとか何か違うパネルとかね、そういったところに繊維させたいですよという場合は、ここで、あの、 こうね、リンクアクションは url とかありますので、ここで、あの、url をここに入れれば、この画像をクリックすると、その url に遷移するようになりますので、まあ、そういうことが可能ですよ、という形になっております。はい。ということでですね、えー、まあ、ちょっとですね、あの、今回は、クリックアクショ2.0 で、画像のね、イメージのエレメントを設定、調整するということで話をしていきました。また細かいですね、クリックハイス2.0に関する、あの、いろんなね、チュートリアルというか設定の仕方、使い方に関しては、あの、僕のこのね、えー、ビデオの中でもいろいろ話をしていきますので、ぜひまた違うビデオもご覧になってください。はい、ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。また違うビデオの中でお会いしましょう。それでは。